SNS をきっかけに金を騙し取られる詐欺被害が相次いでいます。佐賀県では県の職員が漫才を使って詐欺被害を減らそうというユニークな取り組みが始まりました。偽電話詐欺や特殊詐欺など誰もが被害に遭う可能性があるんです。目指すのは漫才師ナンバーワンを決めるあのステージではなく、詐欺被害の撲滅。高齢者を笑顔にするのは芸人ではなく県職員の2人です。いやーってなるだろうから、いやこんな感じでやってるんですよねっていういつもの前説はじゃあ前説を入れた入れた、ね、昨日佐賀市の自宅で熱心にネタの仕込みをする斉藤隆夫さんと古賀大輔さん、2人は佐賀県の職員で普段は児童相談所などで児童福祉を担当しています。子どもやその親とのコミュニケーション能力をお笑いの力で向上させようと、お笑い県職員今日も佐賀日和として活動しています。いやまさしく全てのルーツは佐賀にあると言っても過言ではないんですね。どうもありがとうございましたみたいな感じで、ね、普段は佐賀県を PR したり子どもに児童福祉について教えたりするために漫才を披露していますが、今回は佐賀県警から詐欺防止をテーマにした漫才を依頼されました。佐賀県の今年6月末時点での特殊詐欺の被害は合わせて126件で、被害額はすでにおよそ6億円です。詐欺被害っていうのはそのやっぱり相手の財産を奪ったり、一生懸命真面目にコツコツ築き上げてきたものを本当にちょっとした話術だったり奪われるって、もうそんなことあっちゃならんからですね。そして迎えた今日、いよいよ2人の漫才が始まりました。高齢者およそ50人の前で披露します。6億円以上6億円と被害が出ているって、これしかも今に始まったことじゃなくて、ね、右肩上がりらしいんですよね。で、まあ、見て分かる通り私はハンマー投げやってたんで、撫で方なんですよ。はい、ありがとうございます。お年寄りの反応も上々です。再度振り込んでくださいって言われるんだ、はい、あだったらね、私その心配実はないんですよ。私いつも給料日の翌日に妻からお小遣いをもらってそれでやりくりしてるんで ATM に行くことってめったにないんですよ。だから私は大丈夫です。だから皆さん気をつけてくださいね。本当祈ってます、はい、いや私は大丈夫と思っていると詐欺に遭う危険性が高くなるんです。2人が最も伝えたいことは児童福祉の現場でも伝えていることです。ちょっとでもこういう話聞くと怖いですよね。そうですね、まあ、だからこそお金に関することはですね、まあ、一人で抱え込まずに、誰かに相談するということが、誰かに相談する大事なんですね。大事、頑張りよかったよ非常に面白く分かりやすい、もう本当漫才ですね。楽しく正しくですね、伝わってそういうことがなくなるように、そういう一助になれるように、これからも一生懸命頑張ります。本当ありがとうございました。漫才で詐欺被害を少しでも減らしたい、異色のコンビはこれからもお年寄りのためにステージに立ち続けます。